皆様こんばんは、ルイチューブ始まりました。リリースと森田陽子です。本日はお知らせがございます。またまたテレビ出演が決定しました。11月16日水曜日深夜2時15分からテレビ東京さんにて日本新人種図鑑という番組に出演させていただきます。テレビ東京だけでなく TVer や Paravi でも、ね、見逃し配信の方でねぜひご覧いただけたらと思います。 MC はチョコレートプラネットさんとあのさんと森かすみアナウンサーとスタジオゲストとしてアンタッチャブルの柴田さん、そして新人種ゲストとして森ルイスが出演させていただきました。ブルース・リーを愛しすぎた女という新人種としてね、はい、ご紹介させていただきます。でねスタジオの方にもお母さんもね、はい、はい、私も出演させていただきました。密着ってこんなに密着なんだなっていうくらい本当に何日もかけてね、何日もかけて本当にたくさん撮っていただきました、はい、お家での取材もありましたし、うん、滝打ちをね挑戦しました。お出かけしてきましたね、はい、これもすごかったんでね、はい、いやかなり大変なロケだったんですけど、そして皆様ご存知のヒロ渡辺先生にですね、うん、プライベートレッスンとしてジーク運動のね、うん、稽古をねさせていただいている風景もね密着していただきました、はい、そしてなんといってもスタジオの方でね、ヌンチャク披露もさせていただきました、はい、そしてお母さんともね、はい、一緒にこうヌンチャクの、ね、ちょっと必殺技みたいなのを ねやらせていただきました、うん、いやめっちゃ緊張したんですけどね、うん、このシーン ねチョコレートプラネットの松尾さんもね、うん、あのヌンチャク一緒にやっていただいたりとかね、はい、楽しい撮影をさせていただきました、ね、続編の方はですね、概要欄に載ってますのでぜひ番組予告の方もチェックしてみてください。ブルースリーファンの方も、はい、ルイミチファンの方もそうじゃない方もですね、はいはい、ブルースリー様を愛しすぎるとここまで幸せなんだとたくさんの人に知ってほしいのでぜひ一人でも多くの方に見ていただきたいと思います、はい、11月16日の深夜です、火曜日の深夜ではなく水曜日の深夜なので、はい、皆さんはぜひお間違いないように、はい、今すぐ ね、はい、録画していただけたら、ね、準備をね、はい、お願いします。ということでぜひ皆様ご覧ください、はい、お知らせでした。バイバーイ、バイバーイ。